冬休みが終わってまた来てしまったこの青鬼小学校に、久々に会うこいつらはやっぱり怖すぎるぜ。みんなおはよう。先生も来ちゃったよ。冬休み中に穴は塞がったみたいだな。でもどうせ穴開けるんだろうな。今日も授業頑張ろうな。普通に入ってくんのかよ。ようやくまともな先生になったのかなって穴開けちゃったよ。これじゃ普通に入ってきた意味ねえじゃねえかよ。みんな冬休みの宿題はやってきたかな。やってきたかもしれないけども全部捨てちゃっていいぞ。なんでだよ。やったかどうかちゃんと確認しろよ。そして今日は授業やんねえぞ。やれよ。ほんとめちゃくちゃだな。じゃあ今日は雪合戦をやるぞ。遊ぶのか。まあ授業やるよりはいいか。じゃあチーム分けをするぞ。人間 VS 青鬼たちだ。僕が圧倒的不利だよ。負けた方は食べられちゃうかもね。完全に僕を食べるためのルール設定になってるよ。4対1はまずいな。まずはこの雪山の後ろに隠れておこう。クラゲ青鬼が雪玉を投げてきた。でも全然飛ばねえ。クラゲ青鬼って足の力意外と弱えのかもな。今度はナスビ青鬼が雪玉を投げてきた。雪山の後ろにいるから安心だもんねって雪山が崩れた。雪玉の力半端ねえな。このまま隠れててもいつかはやられちゃうな。こっちからも攻撃だ。うわ前から来た。危ねえ。隠れてないとやばそうだよ。でもこっちから攻撃もしねえとな。適当に投げちゃおう。ナスビ青鬼に当たってくれた。ナスビ青鬼アウト。体でかいから的がでかいぞ。これだったら簡単に当てれるかも。でも3人とも雪山の後ろに隠れちゃったって、青鬼頭でかすぎて隠れきれてないよ。あんだけ飛び出してたら狙えるぞ。よっしゃ当たった。青鬼アウト。残りはふわっていとクラゲ青鬼だが、はみ出したりしてないな。これは狙いづらいぞ。でもフワッティが顔を出した。なんで出てきたんだ。しかもすげー弾持ってる。なんでだよ。クラゲ青鬼がたくさんの足で雪玉をこしらえてやがる。それをフワッティがガンガン投げてきたよ。こんなに投げられたら雪山から出れないよ。もう一か八かこっから投げるしかない。フワッティに当たったか。いやかわされてる。だけど雪玉との距離が開いた。今がチャンスだ。いけ。玉を投げながら接近だ。玉を投げたからまた距離が開いたぞ。今のうちに雪山の後ろに隙だらけだ。クラゲ青鬼、クラゲ青鬼アウト。残りはフワッティだけか。うわあ、いつの間にかとんでもねえ大きな玉を作ってる。こんなの投げられたら避けられないよーって。潰れるんかい。フワッティアウト。なんとか僕の勝ちだ。これで食べられることはないぞ。今回はお前の勝ちだが、次回は絶対勝てないようなルールを用意するからな。そして食べてやるからな。待ってろよ。もうこの学校来たくねえよ。チャッチャッチャチャッチャッチャチャッ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 チャンネル登録よろしく。